ハインリヒフレイヤーがマテーブス・ランガス八百三十七。ハインリヒフレイヤーはオーストリアの博物学者である。ルブラナのケルンテン州立博物館の学芸員などを務めた。現在はスロベニアのイドリアに生まれた。ルブラナとウィーンで薬学を学び八百二十九年から九百三十二年まで薬剤師として働いた後八百三十二年に 親切間もないリブリアナのケルンテン州立博物館の学芸員になった。1853年からトリエステの動植物学博物館の保存管理者を務めた。しばしばウィーンに戻り学芸員としての技量を磨いた。クラーゲンフルトのケルンテン博物館の創設を指揮し登山家として有名なフリードリヒジモニーが学芸員となった。 ウィーン科学アカデミーの会員であった。フレイヤーは植物の学名で命名者を示す場合にハインリヒフライヤーを示すのに使われる。ありがとうございます。